不織布マスクの上に重ねて使うマスクカバーの作り方です。これはアイリスオーヤマの横幅 16.5cm、 これだとこうすっぽり覆う感じになります。外から見せたいときは上を少し出して使うと良いと思います。サイドは隠れるようになっています。 17.5cm のこの一般的な不織布を重ねるとこういう感じになります。上下は少し見えて、サイドがちょうど同じくらいです。こちらはラッセルレースだけで作ったものです。取るとこんな感じで通気性がいいので、不織布マスクの横開きなどを押さえるために使う場合はこれでも良いかと思います。つけると横の開きもフィットするので安心感があります。お肌の弱い方は不織布を上にしてこのように重ねて使っても大丈夫です。インナーマスクのように使えます。材料はこちらです。今回はムライト生地を使いましたが、シーチングや綿ポリでも良いかと思います。裏側を上向きにして上下を2センチ折ってアイロンをかけます。内側に折ってアイロン三つ折りにします。上下に端ミシンをかけます。裏側を上にして上下を4センチ折ってアイロンをかけます。表側に端から4センチの点を4つくらいつけると折ってアイロンをすぐかけられるので便利です。上下に端ミシンをかけます。このように縫いました。端から4センチのところに縦に線を引きます。端から4センチ、折り目の端から1センチくらいのところにも線を引きます。これは目分量で大丈夫です。下も同じように、この四角を切り取ります。4箇所とも同じように角から切り取っていきます。折り上げて角から 1.5 センチに印をつけます。折り上げた角から 1.5 センチです。4つの角を全部印をつけます。4箇所とも印をつけました。この印とさっき縦に引いた時につけたこの印を合わせます。ここをピンで留めます。反対側も同じようにこの印と線の印を合わせて待ち針で留めます。下も同じように留めます。この角の飛び出たところをまっすぐになるように上だけカットします。飛び出たところをこのようにカットをします。端から
1.5 センチ折ってアイロンをかけて、さらに折り込みます。ここに端ミシンをかけます。ゴムを通します。アジャスターをつけようと思います。ゴムの長さは30センチぐらいにします。このように結んでからアジャスターをつけます。ループ返しを使うと簡単です。大きめの穴から入れて引っ掛けて通します。このループ返しも100均で売ってます。このゴムはセリアのマスク用ソフト平ゴムというのを使いました。色味がすごく良くて肌なじみがいいのでおすすめです。これで出来上がりです。